こんにちは、トイズガオです。本日はこちらデラックスキュートマコックピットセット02です。はい、前回はね、01の時は、こちらのね基本の9連王に合体するキュートマのコックピットセットでしたが、その今回その残りの、サソリ、ヘビ使い、天秤、ワシ、そして竜、こちらのコックピットセットが出ました。残念ながらね、コグマ、オグマ、ボイジャーは次の、出るのかどうかちょっとわからないですけどもね、先送りにされてしまったみたいですね。まあ1セットに5個までという制限なんですかね。今回はコグマスカイブルーは見送りということで、リューボイジャーまでのこれで10人分のコックピットセットが揃いました。はい、まあ遊び方はね、前回と全く同じなんですけども、この、ヘビ使い、天秤、ワシ、サソリ、リュウにはコックピットがなかったので、今回はそちらをね入れて合体をさせていきたいと思います。それでは開封します。こちらもね、コックピットの形が中に入っている9玉です。そしてこれが、ミニフィギュア。こちらもね、造形がね全部、各キューレンジャーの形に合わせて造形されていてね、ものすごくクオリティが高いんですよね。このルーコマンダーもね、マントのところとかねちゃんと形ができていて、この天秤ゴールドもね、この頭の天秤のところがねちょっと見えるかなちょっとね細かいんですけども、ちゃんと造形されています。はい、それでは開けていきましょう。はい、こちらからサソリ、天秤、ヘビ使い、ワシ、そして竜です。はい、では各ボイジャーをこちらにね、ちょっと竜だけでかいんで後ろにしちゃいますけども、各ボイジャーを並べてからコックピットの9玉をセットしていきたいと思います。はい、ということで各ボイジャーを9ボイジャー状態にしました。このね、リューボイジャーの9トンがここに入っているのでちょっとね見えにくいと思うんですけども、それではね、この9トンの中に、各9レンジャーをセットしていきたいと思います。はい、ということで各ボイジャーにコックピットに乗らせたものをセットしました。はい、このね竜ボイジャーだけね、この逆さになっておりまして結構見えにくいんでね、あんまりよくわかんないんですけども、ちゃんと乗ってはいます。
はい、このようにちゃんと乗っています、この乗ってる状態がね全く裏側になりますので、ね、ちょっと入れるのが難しいと思いますけども、こちらはねくるっと1回転させて、このねちょっとこれレーがこの和紙を例にしますけども、これはね今横になってますけども、この和紙の場合はこれ横になってますけど、このリューボイジャーの場合は後ろをこっちをね浮かせて、このようにね回転させて 真裏にするような形で、そして最後に蓋を閉じると、そしてこのまま上にガチャッとはめるような形になっております。そしてこのようにね常に前を向いている状態が、取れますね。なのでね、この状態だとこっちを開けちゃいそうになりますけれども、開くのはこの下の方に開くというふうになっております。なのでこれ逆さにするとね中で落ちちゃいますんで、ちゃんとはまってないと中でねこう落ちちゃったりするので注意した方がいいと思いますね。はい、そして9連を合体するときはこのようにこちらの前を動かしてセットします。はい、そして9連を合体させてみました。この真ん中はね、琉球玉になっております。はい、こちらもですね、このコックピットが影になってしまって、光がね周りからだけしか漏れないので、光らせると周りだけしか光ってないように見えます。はい、流程音の方もねこのようにコックピットに乗せた状態で遊ぶことができます。はい、ということで今回はデラックスキュートマコックピットセット02をご紹介しました。はい、前回のねものと遊び方は同じで、種類が増えたのでね、またいろいろと遊び方もねバリエーションが増えてくると思います。やっぱりねまだ小熊大熊の方がねコックピットが出てないので、そちらもね今後出していただけるとありがたいですけども、このようにですね、今回キュータマがいっぱいになっちゃいましてですね、そろそろ、キュータマの方も整理整頓して何かケースにでもね入れたいような感じなんですけどもね、まだこのキュータマをね、収納できるようなものが見つかっておりませんのでね、ちょっとまだ探したいと思うんですけども、皆さんの方で何かねこういうのがあるよっていうのがありましたら、コメント欄からでもいいのでね教えていただけるとありがたいです。はい、それでは以上トイズガオーでした。